横山大観記念館は東京都台東区池の旗にある記念館。近代日本画の巨匠として知られる横山大観を記念して1976年に開設された。子孫が理事を務める公益財団法人横山大観記念館が運営している横山大観が生前住んでいた急遽一部改造して作られた。この地に大観は 太平洋戦争中の一時期を除き、1909年から1958年に亡くなるまで居住し、作品を制作した。ただし、現存する建物の大半は太平洋戦争後の1954年の建築である。記念館には、大館をはじめ、春草、雨仙、寒山などの作品や大館が生前愛用していた美術品が展示されている。 展示以外は3ヶ月ごとに行われている。また横山大観記念館は大観の所定鑑定期間としても知られる。建物は1994年に台東区の史跡に指定され、2017年2月には横山大観旧宅及び庭園として国の史跡及び名称に指定された。ABCD 横山大観の旧宅と庭園国の史跡、名称 A 日本画創生の地。東京新聞。http://www.tokyo-np.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ東京スラッシュリストスラッシュ201611スラッシュ2 0 1 6 1 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 1 6 5 h t m l 2 0 1 7年3月8日閲覧 ABC 横山大幹急遽台東区平成29年2月9日、文部科学省国示第8号。ありがとうございます。